走ると疲れるよね。スーサルのミツハチビというわけで、すする TV 全国編、本日は静岡県に来てます。静岡って結構朝ラーメンが盛んらしくて、6時半ぐらいから開いてるお店とかあるみたいです。結局その朝に行けなかったんですけど、はい。どうすか、エウエス、どうすか静岡。トイレが汚い。最悪やんけ。もう着く早っ。こんな街中にあるんですか。そうですね、ど真ん中にある県庁とかここにある。あ、そうなんだ。どうっすか、家康の後ろ姿。知らねえよ。後ろ姿だけで何とも言えないだろ。あ、でも後ろで背中で語るっていうもん、ね、あんま語ってないっすね。じゃあ、ラーメンを食べてきた後に視聴者の方との交流もありました。来るかな、誰か来てほしいよね、さすがに。10分ぐらい告知して、今10分ぐらいじゃない。やったぜ、やったー。めっちゃ見てよ、わかります。あの、バカ言ってくれる人です。そうそうそう、はいはいはい、バカ言ってくれる、バカ言ってくれる。いや、わかんない。やったー、ありがとうございます。ペンがもう全然出てないけど大丈夫。本当にずっと、本当ずっと見てます。ありがとうございます。受験ちゃんと、とりあえず来てくれたら良かったです、ね、嬉しいですね。医学部ね、直してもらいましょう。いや、なんですでに悪いみたいな、すでに体悪いみたいな、やめて。健康だから健康。いや、でも全国を、ま、そして、いや、もう僕がもう本当にずっと行きたかった静岡の炭焼き、静岡の炭火焼きハンバーグレストラン、爽やかさんについに行ってきました。爽やかに行ってきたぞー。まあ、いい、すげえな。はい、これも。おお、うまそう。マジ相当うまそうだね。本当にうまそうだ。いただきます。うまっ、やばい、食べた方がいいよ、もう早く。いや、本当に美味しかったです。あんなハンバーグはもう食べたことないですよ。一番うまかった、もうハンバーグ記録がもう更新されましたね。ぜひ東京に出してほしいなって、もう普段から食べたいですね。いや、うまかった、マジで。どうでしたか。マジで最高だった。また来たいっす、静岡来たら。それではそれでは今日のお土産のコーナー、静岡といえば結構これみたいなところがありますね。どうぞ。はい、うなぎパイなんですよ。これちょっと高級そうじゃないですか、このうなぎパイ。金色の包装だし、なんかブランデーが入ってる、ブランデーが入ってるような感じのうなぎパイ。ちょっと大人のお菓子みたいな。僕はうなぎパイが大好きなので、ぜひ皆さんもうなぎパイ食べてください。もううなぎパイとは関係ないんですけど、今日視聴者の方が僕にお土産というか手土産を持ってきてくれました。このバリカツオくん、受験行く人とかにいいんじゃないですかね。じゃあこれちょっと食べてみましょう。おう、わい、わ、なんかすげえいい匂いするじゃん。ピーナッツの、ピーナッツが入ってるのか。あ、ピーナッツ、こういうのに入ってるピーナッツだね。うまいっすよ。うわ、めっちゃカツオの匂いがするよ。はい、いきましょう。お、うまっ、うん、うん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 
ビールに合いますよ、多分。うわこの薄皮のカツオがいいですね。なんかラーメンみたいな味しい。カツオのおかげで、カツオだしっぽい感じが。口の中にもだしが出てるから。うんうん、美味しいですね、これ。いいつまみ。ありがとうございます。ということで、こちらのうなぎパイ欲しい方はぜひメインチャンネル、そしてサブチャンネル登録して、サブチャンネルにお土産欲しいよとかコメントしていただければよろしいですね。よろしいです。明日は愛知ですね。愛知は多分名古屋に行くかな。また次回。